では早速物質のベッドメイキングの姿を見に行きたいと思います。早速ベッドメイキングを見せていただきたいと思います。心しか見てないので、こういう裏方のお仕事、1部屋完結っていう形で、最後の方ですね、急ぎの部屋であったりとか、もうゲストの方が早めに来られて急いで仕上げないといけないっていう時は2人で入って早めに仕上げるっていう形です。なるほど。兄さんも髪型、髪色と制限なく自由に。そうですね、茶色系であれば青であったりピンクであったりとかの蛍光色ですね、はい、そういったものはちょっと清潔感っていう面であんまり良くないかなっていうので、それに関してはちょっと禁止させていただいてます。ピアスとかはどうなんですか？そうですね、ピアスも清掃中に落としてしまうと良くないので、ちっちゃいやつ、穴塞ぐためのものであれば大丈夫なんですけれども、はい、まあ、おしゃれのブラブラするものっていうのは落としてしまったりっていう危険性があるので、その際は外していただくようには指導させてもらってます。なるほど。自由の範囲がすごく広いですよね。はい。1個15秒の枕。やっぱりどんどん慣れていきますか？そうですね。最初、まあ、未経験の方とかでもベッドが一番苦戦するところなんですけど、まあ、1ヶ月2ヶ月あればもう皆さん慣れて、だんだん確実に早くはやっていきます、ね、なるほど、はい、この職場の働きやすいところとかってございますか？僕が行かせてもらってたホテルの中でも一番そのゲストのことを考えてるっていうところで、まあ、自社っていうところもあるので、レストランであったりフロントであったり清掃が、まあ、一つ一つゲストがどうしたら喜んでもらえるか、ここの滞在を旅の一つの思い出として残していただけるかなっていうところを常に考えてるので、ここに来てよかったなと思います。なるほど。じゃあもうお客様ファーストということで。そうですね、もうぜひ泊まりたいです、今の話だけれども。以前働かれてた職場とやっぱりやり方が違う、異なることって多々あると思うんですけど、はい、それでちょっと苦労なされたこととかもありますかね？そうですね、まあ、苦労というよりかは前のところと違って、ここは常に最善の方法っていうのを模索していくっていうところで、こういうところがちょっと時間かかってしまうな、じゃあどういうふうに改善していこうっていうところを一から全部考えれるっていうのはすごいいいことなんですけども、まあ、そこのアイデアというか、それを出して働く人たちと時間っていうところをどう両立させて短縮してっていうところが難しいところですね。ちなみに経験者の方ばかりですかね？ここが初めてホテルっていう方もたくさんいらっしゃって、経験者6割に経験の方4割っていう感じですね。そしたら未経験の方でもやりやすい職場ではありますよね。そうですね。ちなみにその研修制度とかって設けられてるんですか？そうですね、1日目は社員の方がちょっと付きっきりで、やり方であったりとか、うん、物の配置っていうのを1日かけてしっかり教えていきます。それでしっかり覚えて。そうですね。今日はお仕事の説明していただきありがとうございました。ありがとうございました。